本日はありがとうございます。それでは経緯をご紹介いたします。東海学院大学管理栄養学科では2016年より環境マインド育成プログラムを導入しまして、環境配慮行動ができる人材の育成に努めております。そのような中、4人の学生たちが学内の野菜くずから堆肥を作ろうとしたことがきっかけとなりまして、その小さな活動の種をまき、それが次第に根を張って芽を出して、今では28の大きなプロジェクトの枝に成長をしております。本日はその中から4つのプロジェクトチームが活動の発表をいたしますので、お聞きください。規格外野菜カフェ始めました。持続可能な食育の推進についてプロジェクトを代表し、管理栄養学科4年小貫康弘よりご紹介します。どうぞよろしくお願いします。私たちのプロジェクトは2016年頃から4人の先輩が学内の食品ロスから堆肥を作り始め、1年間かけて堆肥を改良、2018年からは JA 岐阜様、岐阜農林事務所様のご指導のもと、野菜栽培を始め、今年で6年目になります。2022年からは有機農業も始めました。2019年頃からは出荷できるような野菜が育てられるようになり、東海学院大学ブランド野菜として、環境配慮行動啓発ラベルや野菜摂取量増加と、野菜を美味しく無駄なく健康的に召し上がっていただくための食育レシピをつけて出荷しています。しかし、出荷できない規格外野菜が全体の 40% にもなります。規格外野菜とは、栄養価は変わらないのに、見た目や形や傷の有無といった品質が規格にそぐわず廃棄されてしまう農作物のことを言います。規格外野菜は市場に出る前に廃棄されてしまうことが多く、食品ロス量にも入っていません。私たちのプロジェクトでは、2019年からこれら規格外野菜を使ってマルシェを開店し、安価な価格で販売したり、子ども食堂を開店したりしてきましたが、まだまだ消費できなかったため、2021年からは学内の菓子工房にて規格外野菜の菓子を製造し、キッチンカーで販売をしながら食品ロス削減の啓発活動も行ってきました。食べられるのに廃棄される食品のことを食品ロスと言いますが、SDGs においても食料廃棄の減少が目標に掲げられ、食品ロス削減は全ての人が持続可能な社会の実現のために取り組むべき重要な国際課題の一つとなっています。2023年6月に農林水産省及び環境省の報告によれば、日本の食品ロス量は年間523万トン、2030年度に2000年度比で家庭系、事業系、いずれも半減の489万トンを目標にしているそうです。このように日本では食品ロス削減が課題となる中で、世界では飢餓の影響を受けている人がいます。7月に公表された世界の食料安全保障と栄養の現状によれば、パンデミックや度重なる天候ショック、ウクライナ情勢などにより、2019年以降、世界で1億2200万人の飢餓人口が増加し、2022年には世界人口の約 9.2% にあたる7億3500万人もの人々が飢餓に直面しているそうです。そこで私たちに何かできることはないかと、新たに規格外野菜カフェプロジェクトチームを立ち上げ、メンバーで考えることにしました。世界人口は増加を続ける中、世界情勢の変化、気候変動などで飢餓人口が増加している状況について、情報発信する場を常設したい。消費者庁の調査によれば、食品ロスの問題に20歳代の 33.9% が知らないと回答していたので、20歳代に向けて活動したい。20歳代に人気のアフタヌーンティーなどが魅力的な商品を発売したいという意見が出ました。そこで2023年4月、大学内に規格外野菜カフェサラマンジェ東海を
オープンすることにしました。メニューには旬の規格外野菜や果物を取り入れ、食品ロスへの関心が低い世代に関心を持ってもらうためアフタヌーンティーを導入することにしました。アフタヌーンティーに関心を持って規格外野菜カフェに訪れていただくことで、食品ロスにも関心を持って自分ごととして食品ロス削減に取り組んでもらおうと思ったからです。こちらが規格外野菜カフェで提供したアフタヌーンティーです。旬のいちご、かがみがはら人参、枝豆、トマトというように毎月テーマを決めて提供しています。10月からは岐阜県の伝統野菜で飛騨美濃の伝統野菜アフタヌーンティーを提供中です。また日本型食生活についても啓発したいという思いから、郷土料理や棚田米を用いたおにぎりも提供しています。4月から8月までにご来店された方の年代の内訳です。午前中は高齢者が多く、お昼は社会人、そして午後は大学生が多いようです。来店の動機はアフタヌーンティーに興味があり来店された方 72%、 規格外野菜や食品ロス削減に関心が高く来店された方 17% でした。来店が食品ロス問題への関心度に影響があったかについては 94% の方が関心が高まったと回答しています。食品ロス削減の行動変容につながるかについては、カフェを訪れたことがきっかけで取り組もうと思うと回答した方が 74% でした。農林水産省の第4次食育推進基本計画が掲げる重点項目の一つに、持続可能な食を支える食育の推進が掲げられています。食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合を2025年度までに 80% 以上になることを目標にしています。アフタヌーンティーに興味があり、カフェに訪れていただくことで、一人でも多くの行動変容につながればとても嬉しいと思っています。より多くの方に取り組んでもらいたいと、10月の食品ロス削減月間に合わせて、かがみがはら市と連携し、簡単な栄養バランスの良いリメイク料理レシピ集と、リメイク料理動画を制作し、市内の小中学校にも配布しています。また、かがみがはら市と連携し、食品ロス削減料理教室も開催し、ライフステージ別に食品ロス削減について考えてもらう機会を提供しています。私たちの活動は4月から始めたばかりですが、今後も地域と連携し活動を行いたいと思います。メンバーからは、一人暮らしの高齢者の来店も多いので、高齢者フレイル予防メニューを考案して地域の交流の場にしたい。朝食を欠食している大学生が棚田米のおにぎりを授業の合間に食べに来ることが多いので、朝食メニューを出したい。食事バランスガイドはメニューごとに提示しているけど、体験しながら学んでもらうのはどう？などという意見が出ています。農林水産省の第4次食育推進基本計画が掲げる重点項目に、生涯を通じた心身の健康を支える食育活動の推進が掲げられています。規格外野菜を訪れる様々な世代の方を対象に、ライフステージ別の食育活動の今後も展開していき、地域のコミュニティの一つとして地域で愛される規格外野菜カフェになってくれれば嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。ICT を活用した次世代農業の野菜でおもてなしの活動を紹介します。石原千咲です。どうぞよろしくお願いします。私たちが活動を始めるきっかけとなったのが、2つの大きなプロジェクトへの参加です。1つ目が朝日新聞主催のアグリチャレンジプロジェクトで、ICT を活用した次世代農場の野菜でホテルランチを提案するというものでした。2つ目は内閣官房2020東京オリンピック・パラリンピック推進本部ホストタウン事業の一環として、
ホストタウン相手国の選手へ、岐阜県産のギャップ認証食材でおもてなし料理を考案するというプロジェクトです。しかし、ICT を活用した次世代農場、ギャップ認証食材が分からず調べることにしました。農林水産省では、ロボット技術や ICT などの先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業をスマート農業と定義しています。スマート農業によって、農作業の省力化、経路化、新規就農者の確保、栽培技術力の継承などが期待されているそうです。確かに私たちの有機補助でも常に人手不足を感じます。少子高齢化の日本では有効な取り組みだと思いました。また気候変動の影響や私たちのように農業経験が浅いとせっかく育てた野菜が全滅してしまうこともあります。スマート農業で農業技術の継承がスムーズになれば新規就農者の増加にもつながると思いました。スマート農業の認知度について大学生にアンケート調査をした結果です。知っている 9%、知らない 88% で認知度はかなり低いと感じました。農林水産省が SDGs や環境問題に対応し、これからの日本の農業が目指す姿を示した緑の食料システム戦略では、2050年に目指す姿として7つの目標が示されています。7つの目標のうち4つにスマート農業は大きく貢献できるそうです。そこで ICT を活用した次世代農場を見学させていただくことにしました。農場には土がなく、ハウス内環境をモニタリングして、AI を活用した収穫量予測など、データ分析によるきめ細やかな環境制御で生産性の向上を実現しているそうです。驚きの連続でした。見学した感想です。データに基づいた品質管理で安定した生産が可能になることを知り、食料自給率の低い日本には必要。経験の少ない人が就農した時に取り組みやすい、ただ費用が心配。通信障害が起きた時が不安。高齢者が先端技術を学ぶのは大変。旬の野菜という概念など、私たちの将来の食事事情はどうなるんだろうという感想がありました。最初のプロジェクトでは、これらスマート農業で育った野菜でホテルランチを3種考案しました。岐阜グランドホテルで商品化していただき、スマート農業についても知っていただける機会となりました。ホストタウン関連プロジェクトでは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、3カ国地域との相互交流を図る地方公共団体をホストタウンとして、様々な活動が展開されてきました。私たちも2019年から岐阜県、岐阜市、各務原市と連携し、スポーツ栄養学の学びを活かし、岐阜県内のギャップ認証食材を使った選手向けのおもてなし料理を開発することになりました。しかし、選手村で提供する料理にはギャップ認証食材を使う必要があることをその時初めて知りました。こちらが大学生のギャップの認知度について調査した結果です。知っている 11%、知らない 87% で、大学生の認知度はかなり低いと分かりました。世界のおもてなし料理プロジェクトでは、オランダホッケー選手に向けた料理を2品考案しました。まずは岐阜県内のギャップ認証食材を探すところから始めましたが、購入先を探すのも本当に大変で、生産者に直接連絡をすると、大変だからギャップはもうやめたという農場もあり、調達可能なギャップ食材をやっとの思いで集め、そこからどんな料理が考案できるのか、検討しなければならない大変困難な状況でした。こちらが使用した岐阜県内のギャップ認証食材です。これらのギャップ認証食材を使って、1品目はオランダ料理、ユッツポットに、岐阜県内のギャップ認証食材を合わせた料理で、主食、主菜、副菜がワンプレートで摂取できる料理を考案しました。2品目は、たくさんのギャップ認証食材を使用し、郷土料理、金魚飯をオランダで馴染みのクロケットにアレンジしました。こちらは活動の様子です。続いて、オリンピック直前に開催された世界のおもてなし料理レガシープロジェクトでは、
レガシーということで、大会終了後もホストタウン相手国への理解や交流が継続できるような料理を考案しました。オランダ選手向けの食材として使用したギャップ認証食材です。1品目は、好評であったおもてなし料理プロジェクトの料理をブラッシュアップしました。2品目は、レガシー活動で利用できるようギャップ認証人参を生地とキャラメルに練り込んだ補食を考案しました。こちらが活動の様子です。レガシープロジェクトでは、カナダ選手向けのおもてなし料理も考案しました。カナダ選手向けに使用したギャップ認証食材です。1品目はカナダ・ケベックの伝統料理、トルティエルにギャップ認証食材を豊富に加え、ポテイストに味を整えた料理です。2品目はレガシー活動でも利用できるよう、岐阜県のメーカー、あゆ菓子にギャップ認証ベリー類を練り込んだ補食です。こちらは活動の様子です。大会終了後もレガシーとして様々な活動を展開しています。ホストタウン相手国への食文化を配信する料理動画を作成。おもてなし料理を岐阜グランドホテルで商品化。学校給食でも提供。パラリンピック選手や大使館とのオンライン交流。レガシープロジェクトにて開発した補食をキッチンカーで提供しながら、ホストタウン相手国の食文化やギャップ認証について、多くの方に知ってもらう活動を展開しています。私たちはホストタウン活動で初めてギャップという言葉を知りました。農林水産省によれば、ギャップとは農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動であり、食品の安全性向上、環境の保全、労働安全の確保等に資するとともに、農業経営の改善や効率化につながる取り組みのことだそうです。選手村で提供される食材調達基準にギャップが採用されたことを契機に、ギャップ認証の認知も高まってきたそうです。2020年3月には、従来の食品安全、環境保全、労働安全の3分野のギャップに加え、人権保護及び農業経営管理の2分野を加えた国際水準ギャップガイドラインが制定され、導入を推進されていくそうです。国際水準ギャップは、国際規格に基づき運営されている民間の認証制度で、日本ではこの3つの認証が普及しているそうです。岐阜県も2020年11月に岐阜清流ギャップ評価制度を制定し、2025年までに実践者の割合を 35% にするという目標を掲げています。農林水産省の輸出拡大実行戦略では、農林水産物、食品の輸出価格を2030年までに5兆円にするという目標を掲げています。輸出先国や取引企業から国際水準ギャップの取り組みを求められることがあり、輸出拡大においても、農業、労働環境への配慮や人権保護も含む国際水準ギャップの取り組みを生産現場に拡大していくことがますます重要になっているそうです。私たちの今後の展望です。国際水準ギャップについて啓発活動をしたい。国際水準ギャップ農作物で和食のレシピを作ろう。少子高齢化や人口減少で日本国内での食料需要が減少する中で海外需要を獲得するためにも重要となる国際水準ギャップについて学びたいなどの意見が出ています。私たちは活動を通して多くのことを知ることができました。これからもできることから活動していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。六の里、棚でつなぐ人の輪、地域の輪の活動について、坪井大地が紹介します。どうぞよろしくお願いいたします。農林水産省によれば、山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田を棚田というそうです。棚田は伝統、文化、美しい景観、教育、国土保全など、
多面的機能を有し、農業生産活動を主体としつつ、地域住民等の共同活動によって守られている国民共通の財産だそうです。しかし、地形的に生産条件が悪いことから、棚田の維持には多大なコストを要するのが実情で、人口減少や高齢化による担い手不足が進み、全国各地で棚田の荒廃の危機に直面しているそうです。棚田の歴史は古く、奈良時代にまとめられた万葉集にも、山田という棚田の昔の呼び名で登場しています。中世の豪族や戦国時代の武将によって棚田の開拓が進められ、江戸時代には多くの棚田が開かれた歴史があるそうです。日本における棚田の面積は 13.8 万ヘクタール、中国や九州地方に多く、東海地方では 2% ほどです。岐阜県内の棚田面積の約 4,200 ヘクタール、東濃県域が全体の約 50%、次いで飛騨県域が約 36% となっており、両県域で棚田全体の約8割を占めます。大学生の棚田認知度調査の結果です。階段上の田んぼを棚田と呼ぶことについて知っている 11%、知らない 87% でした。2019年に農林水産省が全国の20歳以上に実施した農業・農村の多面的機能及び棚田に関する意向調査では、知っている 86.7%、知らないは 13.3% で、私たち大学生の認知度とは大きな差があることが分かりました。東農や飛騨出身者では知っていると回答した割合が高く、身近に棚田が少ない地域の出身の学生は、棚田と呼ぶことも知らないという結果でした。農林水産省では、つなぐ棚田遺産を認定し、岐阜県でも9つの棚田が認定されています。私たち棚田で活動の機会を得るために、岐阜県若い力で元気創出、ふるさと事業支援に応募し、岐阜県郡上市白鳥の六の井棚田にて活動を行うことになりました。六の井棚田はつなぐ棚田遺産、岐阜棚田21選にも認定された棚田で、美味しい六の井棚田米が取れるそうです。自分たちに何ができるのかを考えるために、まずは棚田のある郡上市の人口の推移を調べました。郡上市では1955年から人口の減少が続いています。年齢3区分別人口の推移を見ると、高齢化率も 37.5% と過去最高となり、少子高齢化が急速に進んでいることが伺えます。岐阜県によれば、岐阜県の総人口は今後10年間で毎年1万6000人ほど減少し、特に中山間地域では人口の減少や高齢化の進展による影響が大きいそうです。棚田地域は担い手不足や耕作放棄地の発生などの課題が他地域に比べて顕著で、棚田の荒廃や農業集落の存続自体が危惧される状態にあるそうです。私たちも何ができるのかプロジェクトで話し合うことにしました。大学生が棚田の魅力を SNS で発信し、関係人口の増加にもつなげたい。棚田米を PR できるようなイベントや新商品を専門性を生かして開発したい。フレイル予防など地域の高齢者に向けても取り組みたい。地域で人の輪、地域の輪を広げることから始めようという意見が出ました。そこで初年度は六の井棚田と棚田の風景を守り、棚田米の良さを伝えたいというコンセプトで3つのビジョンを掲げ、活動を行うことにしました。まずは人の輪をつなぐことに重点を置き活動しています。六の井棚田を守る会のご協力のもとで自分たちに何ができるのかを1年を通して模索しています。初めて六の井棚田を訪れた4月の善照寺桜祭りでは、1754年に起きた宝暦郡上一揆の歴史を激しい太鼓と踊りで受け継がれている棚田地域の深い伝統文化に触れ感動しました。棚田地域のこういった伝統文化を継承していかなければならないと強く思いました。5月は地域の方との交流を通して、地域の歴史や課題など、様々なことを教えていただきました。六の井棚田の耕作放棄地を減らすためにも、イラスト棚田を考えたり、美味しい六の井棚田米を育てる苦労などもお伺いすることができました。6月は実際に六の井棚田で田植えにも参加させていただきました。棚田での作業は私たち大学生が20名がいても大変な作業で、高齢化率の高い棚田地区の担い手不足、少子高齢化の課題についても考えさせられました。7月は台風が去ったばかりの大雨と霧の中、棚田での草取り作業を行いました。棚田の多面的機能に洪水を防ぐと言われていますが、防災の面からも棚田の重要性を再認識させられました。
またイモリやカエルなど棚田に住む多様な生物たちとも出会い、棚田が多様な生物を育んでいることを知りました。8月は美味しい六の井棚田米を育む水を探し、岩から染み出る水と白尾山の雪解け水の美しさと冷たさに驚きました。そしてこれらの綺麗な水が棚田で美味しい棚田米を育み、その水はゆっくりと地下水に入り、綺麗な水を育んでいることを知りました。9月は白山信仰の歴史と伝統を知り、六の井棚田地区の拝殿踊りの伝統文化に触れることができました。六の井棚田は白山信仰の白山とも関係のある信仰のある山である白尾山のふもとに開けた集落です。白山は白山の一連の山々の尾なので白尾山と名付けられたそうです。六の井棚田より上へ登っていくと白山神社があり、領地内で最も高い山ということで歴代の領主の代山があったそうです。9月30日の稲刈りでは収穫の喜びとともに六の井棚田米が大切に育まれていることを痛感しました。11月以降も年間を通して六の井棚田を訪問し、地域の方に教えていただきながら活動する予定です。これらの活動を通してビジョン1である棚田と棚田の多面的機能の魅力発信をしたいと考えています。六の井棚田の多面的機能の魅力を PR できるような動画を日本語および英語で制作し、 SNS 等で国内外に発信することで、棚田と棚田のある風景、食文化、伝統文化、棚田の魅力を広く配信するとともに、インバウンド需要の拡大にもつなげたいと考えています。ビジョン2は六の井棚田米の商品化と PR です。専門の栄養学の学びを生かし、六の井棚田米の美味しさや栄養価を生かす健康的なレシピを考案し、食の意識が低いとされている Z 世代を中心に日本型食生活の推進など食育講座を展開しています。また大学内の TGU 菓子工房やキッチンカーで商品化を行い、それらの新商品とともに六の井棚田米の魅力を県内に広く伝える活動をショッピングセンターやフェアなど県内各地で広く展開しています。ビジョン3は人の輪、地域の輪をつなぐ棚田カフェの開催です。六の井棚田地区の地域行事に私たちが運営するキッチンカーを六の井棚田カフェとして出展し、六の井棚田米を利用した新商品を販売するとともに、若い力で棚田の魅力を PR し、人の輪、地域の輪をつないでいます。またその様子を SNS を通じて広く配信し、 Z 世代の視点で Z 世代へ向けて棚田の魅力を伝えることで、若い世代にも関心を持ってもらえるようにしたいと考えています。プロジェクトチームの今後の展望です。六の井棚田米を利用した商品を専門の栄養学の学びを生かし考案、地元飲食店で商品化したいね、鳥獣被害も多いと聞いたのでジビエも利用したらいいかもね、六の井棚田米の健康的なレシピを考案し、高齢化率の高い棚田地区の高齢者の方へ健康寿命の転身活動を本格的に展開したいね、活動の集大成として新たな棚田の魅力ある風景を作るイベント六の井棚田マルシェを地域の方と連携して展開し、新たな都市農村交流を目指したいねなどの意見が出ています。岐阜県の自然と風土は飛山農水と称され、飛山とは飛騨山岳部と飛騨高原、農水とは濃尾平野の平坦部のことで、古くより極めて変化に富んだ農業が営まれた歴史があるそうです。私たちプロジェクトチームでは今後も引き続き地域の方との交流を通して、先人の築いた棚田の歴史や思い、自分たちにできることから活動していきたいと思います。活動紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。美濃白川茶で岐阜花輪紅茶、中山間地域の活性化について紹介します。3年和志美奈です。どうぞよろしくお願いいたします。農林水産省によれば、中山間地域とは農業地域類型区分のうち中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を示し、産地の多い日本では総土地面積の約 65% が中山間地域で、総農家数 44%、 日本の農業の中で重要な位置を占めているそうです。私たちはメンバーの出身地でもある中山間地域、岐阜県加茂郡白川町について調べ、地域活性化のために自分たちにも何かできないかという思いから2021年よりプロジェクトに取り組んでいます。
白川町は岐阜県の南部に位置し、森林面積が 88% を占め、農用地は 3% ほどで、標高の高低差も激しく、昼夜の寒暖差が大きい高地特有の気候です。白川町の特産、美濃白川茶は、国内のお茶の主産地の中では、自然環境の厳しい山間部の急峻な山間の地形、段々の石垣畑で育てられています。山間に立ち込める朝霧が、茶香と保温効果をもたらし、昼夜の寒暖差が大きいため、成長はゆっくりですが、その分、旨味や甘みが凝縮し、香り豊かなお茶です。白川町の茶の栽培面積と生産量の14年間の推移です。白川町役場の方によれば、全国的データと比較しても、急激に茶の栽培面積も減少している傾向があるそうです。その要因の一つに、生産者の高齢化と担い手不足の課題があると伺いました。白川町の年齢区分別の人口の推移を見ると、白川町の65歳以上の人口は7358人で、総人口に占める65歳以上の割合を示す高齢化率は 46.8% と、全国平均の 28.7%、岐阜県の 30.4% と比べても非常に高い状況です。この先、要介護率が上昇する75歳以上の後期高齢化率も、2045年には 50% を超えると推計されています。そして、就職や結婚などの転出により、20から30歳前半までの人口が極端に少なく、日本の地域別将来推計人口によると、今後も人口減少は止まらず、白川町の人口は2065年に1385人と推計されています。このような背景から、特産のお茶の生産においても、高齢化や繁忙期の労働力不足などの課題があるそうです。2020年4月に農林水産省が策定した新たな茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針においても、お茶は中山間地域における重要な基幹産物で、茶業は裾野が広く、地域経済、雇用確保の観点からも重要な産業であるとともに、国民の豊かで健康的な生活の実現に寄与していると述べられています。そして今後の基本的な方針として、従来の取り組みの単なる延長ではなく、新たな発想のもと、国内外の多様化した消費者ニーズを的確に捉えつつ、各産地の特徴や実情を踏まえたお茶の生産、加工、流通の取り組みの促進が掲げられています。岐阜県茶業及び茶の文化の振興に関する計画の中においても、消費者の多様化するニーズに対応できるよう、紅茶など特色のある茶作りを進める必要があるとしています。そこで私たちは、農林水産省日本茶と暮らそうプロジェクトを参考に、廃棄されることも多い美濃白川茶の二番茶を有効利用して、若い世代と外国人にも好まれる商品の開発に取り組みました。2021年3月に最初に商品化したのが、こちらの四季の食用茶、美濃白川茶フレーバーグリーンティー4種類です。現在も好評販売中です。2022年には多様な消費者ニーズに対応することを目的に、美濃白川茶と岐阜県産バラのモクテルを3品商品化しました。モクテルの話題性から多くの方に白川町を訪れていただくことができ、関係人口の増加にも少しは貢献できたのではないかと考えています。2023年はどうしようかとメンバーで意見を出し合いました。世界で紅茶が一番飲まれ生産されているので、訪日外国人の方にも親しみやすい紅茶で、岐阜らしい香り高い和紅茶を開発したい。日本でも急激に若い世代を中心に関心が高まっている和紅茶はどう？健康志向の方にも喜んでもらえるような特色のある和紅茶にしたらどうだろうという意見が出て、美濃白川茶の和紅茶で岐阜の特色を生かし、健康志向の方にも喜んでもらえるような和紅茶の開発を目指すことにしました。岐阜県内の紅茶生産量の年次推移変動です。岐阜県内でも和紅茶の生産量が増加している傾向が見られ、白川町においても特色のある茶作りとして和紅茶の生産も増えてきていると知り、和紅茶の開発を本格的に目指すことにしました。そこでこれらのコンセプトで岐阜花和紅茶を開発するために、岐阜県夏季振興企画コンペティションに応募し、岐阜県様、白川町様、道の駅美濃白川様と共同開発していただけることになりました。
使用する和紅茶は、美濃白河茶、矢吹田品種の2番茶を使用しています。渋みが少なく、優しい香りとほのかな甘さが特徴です。そこで和紅茶の優しい香りと甘みを生かしつつ、健康のコンセプトを最大限に生かすため、花やスパイスなどを配合し、陰陽五行バランスの良い華やかな和紅茶の開発を目指すことにしました。岐阜花和紅茶開発風景です。1年生から4年生、30名で開発を続けました。和紅茶に配合する花やスパイスを 0.1g 単位で変化させ、私たちが官能評価を行って、若い世代に好まれる商品となるように開発を続け、冷めても香り高いお茶に仕上がりました。また、健康というコンセプトを実現するために、薬膳配合の四季の食用茶を開発することにしました。季節に合った薬膳配合と味のバランス、さらに、美濃白河茶の風味、色を損なわない商品を開発するという課題が非常に難しく、開発には4ヶ月ほどかかりました。試飲会では5種類の提案をし、甲乙つけがたく、2ブランドを2023年2月に商品化していただけることになりました。こちらがフラワーバレンタインに合わせ2月に販売開始する岐阜花和紅茶の写真です。パッケージデザインは外国人の方にも好まれるような江戸古文風和柄にバラを入れたデザインにし漢字表記としました。プロジェクトの今後の展望です。開発した岐阜花和紅茶を用いたイベントを大学生が白川町で開催し、若い世代が白川町に集い関係人口の増加、移住者、就農者の増加につながるようなイベントを考えて展開したい。白川町の高齢化の問題について、岐阜花和紅茶でも健康寿命の延伸に貢献できる活動を展開したい。和紅茶を外国人観光客の方に向けて PR したい、などの意見が出ています。今後も自分たちにできることから取り組んでいきたいと思っています。プロジェクトの紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。